頭を走る一番人気のスクリーントーンがまさかの落馬。ここで後方にいた背景カタログがまさかの一着。これは大番狂わせだ。うわー、マジかよ、ビギナーズラックってレベルじゃねえぞ。単勝打つが90倍だから4万5000円に。これでプレゼント買えるね。じゃあ行こっか。ちょっとレーサー、これからじゃん。今日のアンズちゃんマジ持ってるって。私持ってる。お金いっぱいあったら他にも何か買ってあげられるよね。ピュン。しかしさっきの落馬すごかったですね。足折れてるだろう、馬刺しコースか。あの馬どうなるの。折れてるともう走れないから安楽死かな。まあ気にせず次のレースやろう。そうね。どうする、次が最後だけど。残り500円、最低でも20倍にはしないと。ならば6番人気のトレース台。おう。アンズちゃん、一点買いはまずいよ。私が間違ってたのよ。最初に当てた後、もっとお金を増やしたいって横島な気持ちが出てたの。それをきっと競馬の神様は見抜いてた。だからもう私は間違いない。トレース隊に思いを全て乗せるわ。6番人気のトレース隊、この位置だと抜けるのは難しそうだ。まずいわ、所詮6番人気このままじゃ。肩凝っちまったな。この年になるときついわね。いた、最初みたいに落馬すれば、力を使えば。足折れてるだろ、馬刺しコースか。肩凝っちまった。おじさん、馬刺しコースか。私は勝った。おばさん、馬刺し。1着